こんばんは。7時になりました。よどみ山田のナイトジャックの時間です。はい、先週に続きまして、はい、よもたさんじゃない、山田さんお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、すいません、今回もまた日程がね、いえいえ、ひっくり返って、はい、リスナーの皆さん嬉しいんじゃないかと思います。はい、1週間でも早いです ね、 ね、はい、お相手は桜庭彦でした。はい、あ、でした、でした。これからですか。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日のお題は、今日のお題は先週のエンディングに決まりましたね。スイカです。スイカ、はい、あの改札を通すやつね。そう、スイカ、スイカ、はい、はい、あとあのイカをね、酢漬けにしたやつ。あ、スイカ、スイカね。あのスイカの味、スイカの赤いやつ、駄菓子屋でよくみんな食べてたけど。好きですか。うん、僕は好きなんですよ。本当。うん、何、よっちゃんイカ。よっちゃんイカ、はい、あんま好きじゃない。そうですか。あ、でもすごい酸っぱいのが苦手な方は、うん、宮古昆布とか。宮古昆布、あれも苦手ですよ。僕も好きですよ、宮古昆布。本当、宮古昆布食べてる人のそばに寄りたくない。うん、あれはもう遠足とかでね、うん、必ず持ってくる人いたの。いました、いました。人気ですよ、よっちゃんイカとか。本当、はい、私高校の時みんなでグループで、宮古昆布食べる人信じられないよっていう話をしてたんだけど、ごめんなさい、宮古昆布とかの人が。いやいや、大丈夫ですよ、僕も好きですから。でもいますよ、それぞれ、うん、ね、うん、まあスイカ、それは冗談は別としても、はい、スイカです ね、 ね、はい、あの季節になりましたね。なりましたね。今日目揃いの会があったみたい。スイカの田中山ですか。うん、あったみたいで、あったんですよ。あ、ね、リポートさせていただいて、うん、そうなんですよね。あの伊豆の国市内でも、はい、産地がね、うん、田中山地区で栽培が盛んでね、はい、そうです。はい、今度お祭りがありますよ。ありますね、26日、ね、僕まだ一度も行ったことないんですよ。本当に、一回あの取材でリポートでね、もうね、食べ放題なんですってね、うん、聞いてましたよ、うん、去年とか一昨年とかね、あのその頃、から中継とかね、うん、入りますよね。そうです、そうです。でたまたま聞いてて、ね、うん、今から行っちゃおうかって思って仕事をね、ほっぽり出して、それが一番いいんですよね、うん、で行っちゃおうかと思ってくれるのが。そうそうそう。でもなかなか、ね、内容が贅沢な内容のお祭りですよね。そうですね、で私はあのそんなにね見たことなかったんだけど、はい、4L?5L? あんなに大きなスイカがあるんだと思って。あ、結局だからあれですか、あの市場に出回らないサイズも展示してあるというか、うん、そう、まあ、あの販売してるんですけど、5000円ぐらいしたかな。あ、そうなんですか。だけど大きさ的にはスイカ2つ、大きなスイカ2つ分はあったの、すごいですね、あんなのがあるんだと思って。贅沢ですよね、それをカーってね、独り占めして食べたら、ね、それはすごいでしょうね。さぞかしね、こう半分に切ってこうね、好きなだけほじくって食べるってね。そうそう、まあだけどスイカっていうのは本当にあの、体にっていうか、あの利尿効果があるからすごくいいんですね。そうですね、確かカリウムが多いのかな、うんうんうん、カリウムも多いし、あとリコピンもあるんだってね。そうです、そうなんです。あのあとね、調べてきた中にもその色の話が出てくるんですけど、うんうん、リコピンが含まれている種類、うん、あの色のうん、スイカ3色ぐらいあるんですよね、主に果肉の色が、うんうん、2色までしか分かんない。黄色と赤、そうそう、それがね、先に話しちゃいましょうか、その話を、オレンジがあるんですって。オレンジ、はい、へー、見たことないですね、オレンジ。オレンジスイカはね、うんうん、あるらしいんですけど、赤がね、一番まあポピュラーですよね、で黄色もよくありますよね。ありますね。その中間のオレンジがね、あるんだそうです。へえ、これは最近、昔から。最近みたいですね、で黄色がね、キサントフィルっていう色素が関係してるんで、キサントフィル、はい、で赤がリコピンが関係している、でオレンジがリコピンとかね、カロチン、あ、カロチンね、はい、あとそれとやっぱ黄色に含まれているキサントフィル、その3つが関係してその色に見える、あ、カロチンまであるんだ、はい、だからあの体には良さそうですね、ビタミンの一種ですもんね。そう、うん、なんか人参とかによくね、そうです、そうです、含まれてる、はい、でね、あの皮の方なんですけど、果肉もそうやって皮の色も何種類もあるんですよね、知ってます、知ってます。最近よくさ、されている、あの真っ黒いやつ、そう、ね、あの北海道のデンスケスイカが有名ですよね。すごい高いのね、その真っ黒ので、あの表面に白い粉が出るんですって、ブルームって呼ばれる、それを別にね、悪いわけでも何でもないですよ、
ただね、うん、それが贈答用にはあまりよろしくないということで、あれ綺麗に一個一個磨くんですって。そうなの。綺麗、ツヤのある黒い状態。あ、そう、ね、ブルームっていうの。ブルームっていう、あのブルーベリーの表面がちょっと白く粉っぽくなってる、はいはい、ああいう感じですよね、うん、ええ、この間テレビに紹介されてたけど、ええ、金額がすごい、どえらい金額でしたよ。そうですか、うん、ええ、なんか何十万単位。あ、そう、なんかね、初競りの時はそれこそ、うん、そう、それぐらいがつくっていう、何十万っていう単位。どんだけ欲しいのかなと思って。どうなんでしょうかね。ほら今なんかブドウも、ええ、あのなんとかルビー、ルビーロマンか、ええ、うん、一房1万8000円って、一房じゃない、一粒、粒、粒、一房じゃなくてですか、うん、一粒。へえ、食べるときなんかドキドキしちゃうね。ね、もうなんか喉を、喉を取ってもなんか味わえない感じがする。通りたくないですよね、うん、なんかそれでもう終わっちゃうのかって思ったら、うん、そうそう、喉の手前止めときたいですよね、しばらくね。ええ、まあそれじゃ息ができなくて死んじゃいますね。歯と歯茎の間にそうですね3時間ぐらい本当に、ね、あの貧乏人貧乏人でもスイカは好きですか。スイカ好きですね。うちのスタッフってスイカ嫌いなたわけもののスタッフがいるんですよ。でもほらね、スイカ嫌いな人もスイカ嫌いな人もいるから、うん、いいんじゃないですか、人それぞれ。まあでも売り系がダメな人っていますね。キュウリが苦手な方って結構多いですよね。います、います。青臭さが嫌な方って、あまりこう味はそんなに影響はないけど、やっぱ独特なあの青臭い匂いが苦手な方が多いのかな。でも私はもう小さい頃からスイカ大好きですね、なんか、うん、スイカはもう本当に贅沢品というか、特別な日に、うん、なんかお祭りの日とかに食べるイメージ。そうね、でね、私ね、カットしてあるの買うの嫌なんですよ。あ、そうですか。だから、一人暮らしだけど丸ごとかも、大きいやつだから相当、1週間スイカ尽くしみたいになっちゃうんですけど、なんか丸のまま書いてある、やっぱり、スイカはでも十分に冷やして食べたいですよね。ですね、うん、あまり生ぬるいのもね、うん、昔はあの井戸で冷やしましたよ ね、 ね、 そういうなんかね、うん、映像とか画像がよく、ね、あとはこうたらい、そうそうそう、たらいにこう水が冷やかしちゃったりして、もったいないよね、あれ考えたら今、水道流しっぱなしだもんね。そうですよね、うん、今そんなことできないけど、昔は当たり前のように流しっぱなしで冷やしましたね、うん、いやー、懐かしい、懐かしいってあんまり経験ないですけどね、うん、まあ、この近辺だと田中山以外は神奈美、平井スイカ、平井スイカ、ね、はい、ね、やっぱりあれなんでしょうかね、日照が確保できて、うん、それで水はけのいい土地の方がいいのかなっていうイメージはありますね、うんうん、平井もそうですよね、うんうんうん、あのすごい開けたところで水はけがいい感じのイメージはあります、うんうん、田中山もそうですけどね、うんうんうん、それどういう土壌で育つのか私は全然わからないですけど、はい、淀見山田さんにね、はい、その辺を伺いたいなと思うんですけどね、はい、はいはい、その辺の話をじゃあ行きましょうか。そうですね、原産地がね、はい、アフリカ、アフリカなの、アフリカなんです、スイカって、はい、のカラハリ砂漠なんですって。なんか中国だと思ってました私。そう、中国にはね、こう遥か昔に伝来をしてって感じ、うんうん、でもともとその砂漠のようなところに生えてたので、うん、やっぱ水はけの良いところがいいみたいです。あ、そうなんだ、ね、うんうんうん、で割と早く植え付けて、うん、すぐ収穫ができる。あ、そうなん、春に植え付けますよね、うん、それでも割と夏には収穫できる、あ、成長が早いのは、うん、その雨季の間に一気に成長して、うん、実を結ぶためっていう。そうなんだ、ええ、また乾燥してしまうと、うん、今度は長いこと生育できなくなってしまうので、うんうんうん、その短い間に、うん、子孫を残すっていうところまで発芽して、そこまでっていうサイクル、うん、やっぱりちょっと、うん、限られた中の方が力が発揮できるんだよね、ええ、ね、そうみたいですね。で、やっぱりその砂漠の中の、うん、やっぱり水分として、うん、だから動物とか、うん、あと人間もその実を利用してきたみたいですね、うん、ね、ただ、元々のスイカは実もそんな大きくなくて、うん、中をスパッて割っても赤くないそうなんです、うん、あ、そうなの、で、まれに苦みが強くてとてもとても食べられたもんじゃないようなものもあるみたいです。スイカで苦味っていうのはちょっと想像つかないですね、うん、それがね、こう長いこと
ルクロードを経て中国へ渡り、なんか形がね、日本だとは割と丸型が多いけど、はい、例えば中国なんかだと本当にひょうたん型、ひょうたんというか、なんていうの、楕円、オーバル、はい、ラグビーボールっぽい形が多いですよね、はい、あれね、枕型っていうんだそうですね。あ、枕型、枕型に、うんうん、日本ではね、うん、でも欧米のスイカってあれですよね、うん、それこそトムとジェリーとか、またその話になるけど、うんうん、に出てくるスイカって、うん、ああいうラグビーボールみたいな形のスイカですね。トムとジェリーにスイカ出てきます？たまに出てきませんでした、そういうアメリカのアニメとかに。へスイカの、うん、それはちょっと記憶にないけど、アメリカでなんかスイカっていうのがあんまりイメージわかないけどね、食べるんでしょうねきっと。でも、ね、17世紀にはアメリカにもう伝来しているそうなんです、うん、そうなんだ、でヨーロッパが16世紀、うん、それで中国に伝わったのが、うん、これ多分インドあたりから行ったんじゃないかっていう話なんですけど、うんうん、11世紀から12世紀、うんうんうん、でエジプトではね、うん、紀元前6000年前から農耕が始まってたそうなんです、うん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 、でやっぱスイカが栽培されてたという証拠があって、うんうん、その壁画かなんかに残ってるそうなんですね。そうなんだ、だからもう古くから、うん、あちこちでスイカが食べられたのは、いつなんでしょうね、初めて食べられたのは ね。ただでもやっぱり野生のものからやっぱ食べてたんでしょうねっていうのは、うん、その砂漠の中で水がない場ないところでのこの水分補給として食べられたのが最初じゃないかっていう、だから割とちょっときつい環境っていうか、あんまり恵まれてない水にとか、そこでも育つから強いんでしょうね。強いんだと思いますね、ねえ、ね、しかし何だっけ、日本でも一番最初に食べられたのは、いつなんでしょうね。いろいろねで調べてみたんです、うん、そしたら一番新しいので大正何年っていうのが出てきたんですけど、そんなに最近のところがね、うん、どんどんどんいろいろだから調べていくと、うん、どん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 古い記述が出てきて、はい、一番最初の記述がね、うん、なんか詩にスイカが出てくるっていうのがあったんですけど、うんうんうん、絵で出てきたのが、うん、鳥獣戯画ってあるじゃないですか、 はいはい、あれにスイカではないかというものがあるんですけどね、ちょっと今日模写を描いてきていただいたんで、ね、なかなか絵心がある淀見さんですけどね、ウサギがね、うん、こうお供物みたいなのを持って、はいはい、うん、猿がねこうおけさを着て、うんうん、デント座っているところへこう、うん、ウサギがこうお供物を持っていくっていうような絵なんですけど、その持ってるお供物の中に、ザルの中に2つスイカのようなものが、スイカ、うん、縞模様の、まさにそう書いてありますよね、これがスイカではないかという、ね、おけさって何ですか。おけさってお坊さんがこうけさね、そう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 、おけさ、けさね、そうそうそう、けさ、けさって言えばいいね、うんうんうん、おけさって言うとなんか茶道けさとかね、うん、なるほどね、はい、はいはい、そういうことですね。 それが1053年ぐらいですよね、書かれ始めたのが、ってことは相当昔ですよ。だからそれから考えると1053年でも1000年ぐらい前ってこと。そうですね、そう考えると平安後期には来てたんじゃないかっていう、うん、なんかそう平安時代にスイカなんかって食べてそうな感じしますよね。そうですよね、うん、だって割とほら奈良時代に結構中国からいろんなものが来てましたよね、うん、きっとその中にスイカもあったんじゃないかしら、うん、そうですよね、多分種でくればそんなにがさばらなくてもね、うんうんうん、来たと。確かナスがそうだったですよね。あ、そうですね、奈良時代に来てたって先週、先々週、そう考えるとあれもインドから来たものだから、うん、そんなに、ね、入ってきてた可能性もありますよね。そういえば、種なしスイカっていうのを、はい、それ種の話であれだけど、種なしスイカはね、種なしスイカってどうやって作るの。あれはね、染色体を4倍体と2倍体っていうのがあって、うんうん、それをなんかこう掛け合わせた3倍体という、うんうんうん、それがね、種なしスイカになる、一種なんとかができるわけ ね。それが種がないの。種ができないですよ。ただ今あまり作ってないそうですね。昔小さい頃かな、うん、なんか種なしスイカってあったけど、最近種なしスイカないね。なんかね、あまり見かけないですね、うんうん、なんででしょうね。でもやっぱりスイカは種があった方がいいのかな。スイカはやっぱり種が黒いのがあった方がいいのかしら、
僕意外と平気で種までバリバリ食べちゃうタイプなんですよ。本当よく私、うん、盲腸になるって言われたから小さい頃種は絶対出しなさいって。そうですか。母親に言われたんで今でも絶対種は出しますけど。種はほらこうわざわざほら煎って つまみにするスイカの種を、スイカの種をっていうのを聞いて、なんだ食べられるんだと思ったら、うん、バリバリ食べちゃってよくないんですかね。いや私はそういうふうに、あの盲腸になるからって言って、種は出しなさいって、今でも今聞いてる方の中でそれはやめた方がいいっていう方がいたら教えていただければ、ね、877アットマーク fmizunokuni.jp、はい、877アットマーク fmizunokuni.jp まで、はい、ラジオネームを添えて、はい、種は果たして食べていいのか悪いのか、別にそれ以外でもいいですけどね、もちろん、うん、スイカにまつわるエピソードとかね。そうですね。でも結構種のことだけ、ね、限定じゃなくてね、うん、はい、ぜひお待ちしております、はい、でここでメッセージいただいております、はい、ありがとうございます。ラジオネームいいなおすけさんはスケスケ水着の美女が好きすごいですね。だんだん長くなってきます ね後半でもなんか語呂がいいですね。いいなおすけはスケスケ水着の美女が好き、はい、桜庭さん山田さんこんばんは。こんばんは。いきなりの暑い日が続いてますが、うっかり痩せちゃったりしてませんか、はい、全然ですよ ですね、はい、私が住んでいる神奈川では三浦スイカが有名です。はい、三浦大根はしてますけど三浦スイカも有名なんですね。そうなんですね。伊豆の人たちはどんなスイカを食べていますか、はい、先日スイカを一人で一個丸ごと食べるという子供の頃からの夢が叶いました、はい、すごい。どうせなら丸かじりしてみようと、スイカの皮を全部剥いて中身だけにしたのですが、結果ゴロンとした真っ赤な丸い塊が出現ちょうど人間の首持った両手の指の隙間から赤い液体がポタポタとちょっと怖いです ね夏だけに、まるでホラー映画、ジェイソン大活躍の現場再現、夢が悪夢になりました。美味しかったけどそれはそれとして、最近我が家で流行っているスイカの切り方を教えしますね、はい、あこれがあのあネットであれですね、ちょっと後で検索しますね、はいはい、ハビハンコックの出世作ウォーターメロンマンをリクエストします。ああリクエストの話題ですね。音源がなければ、はい、103のハウタで何か粋なものをお願いできませんか。季節的には、はい、宴会なとなんていうのも涼しいかもしれません。では良い夏をといただいてますけど、はい、すごいですね丸ごと、はい、ね皮むいて、はい、なんかちょっと涼しげな話題でしたねちょっとね、どのぐらいの、ね、すごいですね。食べれます、だって丸ごと、全部こう剥いたってことですね。リンゴみたいに剥いたんですかね。そうやってすごい力ですね。結局で中身がこう、うん、丸いのが出てきた。かなりこだわりの、こうすそしたら皮だけ剥くの難しいと思いますよ。ねえ、熱いですもんね。うん、すごいですね。スイカ剥き器みたいなのがあればあるの。ああでもやっぱでも憧れですよ、丸ごとのスイカ一つ食べる。ね、でも満足ですよね。夢が叶って。そう、うん。だって美味しかったって言うんだからね。ね終わりよければね。すべてよし。すべてよし。うわあでもなすっごい羨ましいです。切り方を後で見ましょうね、うん、これね。はい。はい、じゃあおかけしましょうか。はい、ハビハンコクでウォーターメロンマン。
ハービーハンコクでウォーターメロンマンをお届けいたしました。はい、こちらはですね、はい、井伊直弼はスケスケ水着の美女が好きの、はい、さんの、さんのリクエストでした。長すぎて感じました。なかなかこれ毎回あれですよね、挑戦な感じですよね、ですね、難しいね、頑張りましょうね。ありがとうございます、いつも、はい、僕もちゃんと、ね、読めるように頑張ります、うん、はい、でもウォーターメロンっていうのはなぜでしょうね、英語で多分水分がね 90% 以上なんですよね、スイカって。だからメロン あの種類の中でも水分が多いからウォーターメロンっていうのかな、多分そうだと思うんですよね、本当だから腎臓とかにすごくいいんですかね、なんかこう利尿作用があって、そう、うん、なんかスイカ糖っていう、うん、あの果汁を煮詰めたものがあるんですよね、うん、ジャムのような、あ、そうなの、うん、そういうなんか保存食品っていうのかな、うんうんうん、それをこう、健康食品として伝統的にこう、うん、取ってる方もいらっしゃる、あ、うん、そう、へえ、初めて聞いた、スイカ糖って結局でもほとんど水分だから、もうどん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 煮詰めて、だから成分を濃くしてるってことですよ ね、大きなスイカでも相当ギュッと、ね、凝縮するんだろうけれども、どこで売ってるんでしょうね、作るみたいですよ、自分で作る、はい、多分梅干しとからっきょうつけるような感覚で自分たちで、うんうん、家庭で作るみたいな、そういうことなんだ、私さっきみたいに1個買っちゃうから食べきれなくて、スイカジュース作りますね、スイカジュース、うん、簡単だってスイカジュース、僕昔々ね、うん、20代の頃とある料理研究家の方のね、うん、友達を友達のつてみたいな感じで、うん、その方からちょっとお花のことに関してお手伝いをさせていただくことがあるんですよ、うんうん、本を出版するのに、うんうんうん、黒いパンジーを探してっていう黒いパンジーをね、その撮影で使いたいので花だけを使うっていう、そんなご縁があって、うん、その方の本をねいただいたんですよ、うん、その出版された後に、うん、それがこのフルーツを使ったいろんなレシピが載ってて、写真もね、うん、だからその当時としては画期的な、うん、本当に写真集として見ても綺麗なような、うん、楽しいような本だったんですけどね、うん、でその中に、僕が送った、うん、黒いパンジー ね使っていただいてたんですけど、うん、そこにねスイカのジュースのレシピが載ってたんですよ、うん、それがね、うん、凍るまでに、はい、寸前までに冷やしたスイカと、うん、フレッシュのミントの葉っぱをミキサーに入れて、うん、かき混ぜるだけ、うん、スイカミントジュースっていうね、美味しそう、甘みが足りなければ、うん、シロップを調節してください、うんうん、一時期ハマってすごい飲んでましたね。でも凍らした方が種取りやすいかもね。そうなんですか、種取るのが大変なんですよ、ジュースにするときに。そう、あれまさか種ごとミキサーにかけるわけにもいかないので。そうです、僕今考えたのは、僕でも相当不精ですね、うん、今自分で考えついたことをこれから言おうと思ったんだけど、うん、多分この人かなり不精だなと思われる。種ごと、種ごとガーってやってザルでこしたら種のかすだけザルの中に残んないかなと思って。なるほどね、うん、そうはいかないでしょうね、そうはいかないでしょうね多分残るんでしょうね、うん、口の中にね、ちゃんとやっぱね美味しいもの、種の中の種子っていうか、ね、そういうのが混じっちゃうから、ね、味が苦みが出るんじゃないかと思いますけど、ね、罪とかね、そうね、美味しいものを食べにはやっぱり手間をかけるという、うん、甘み入れなくても美味しかったですよ。そうですよね、うん、なんか爽やかさがで、ブランデーでも入れたらね、ええ、また美味しくなるかもしれないし、ええ、僕は多分それならぶっ倒れますけどね。あ、そうか、あ、でもその先生のおしゃれですね、ミントを入れる、ミントを入れる、ね、そんなにね、こう嫌な味じゃなかったですよ、うんうんうん、ええ、フレッシュミントだったもんで、ええ、しかし、スイカ、まあ、いろいろ、氷スイカとかね、ええ、私のちっちゃい頃氷屋さんにあったけど、ええ、スイカってそれ以外あまり食べ方、そのまま食べる以外はそんなに、そうです ねあとは料理に使うわけじゃないし、どっかのね冷麺がありますよね。あ、冷麺にスイカ入ってたり、そうそう、冷麦とか、どうでしたっけ、どっかのね地方の冷麺に国内の、うん、必ずスイカがトッピングに入るところがあるんですよね、うんうんうん、よく昔小さい頃冷麦に入ってました。 ありましたね、お蕎麦屋さんに頼むとね、スイカがありました、ね、デパートの屋上の食堂とかね、そう、うん、冷やそうめんとか頼むとスイカがね、スイカとかみかんの缶詰とか、そうそう、彩りよく、うん、ね、
今ちょっとみかんの缶詰入ってたら嫌ですけどですか。でもやっぱ、まあ、やっぱ子供の部分があるのかワクワクしちゃったりしますけど、ね、でもあれもめんつゆにつけて食べると思うんですよね。ちょっとね、そういえばスイカといえばあの、食べ合わせっていう意味では、天ぷらとよくスイカは食べない方がいいって一緒に言いますね。言いますよね、うん、うなぎと梅干しはね、うん、あんまり根拠がないらしくて。あ、そうなの、うん、私もそれも言われてたから母親に、今でも守ってますよ。そうですか。なんかたまたま情報番組かなんかを見ていたら、うん、逆にそれを逆手にとってそのメニューとして、うん、その口直しに梅干しをわざわざ出すっていうお店もあるみたい。本当、ただ、あれですってね、その僕もその流れで見てたのかな、あの天ぷらの場合は、油との相性なんですって、ね、あ、そうでしょうね。冷たく冷やしたスイカと、あのでも今そんなに悪い油を使ってるお店ってないと思うんですよ。だけど、やっぱり油だからあれは、あの油分をあんだけね、あんだけとか、たくさん食べた後に、水分の多いあのスイカだったら水と油で、それでちょっとお腹壊す人もいるのかもしれないね、そうですね、その日の体調とかもあるしね、まあ、だけどだからってすぐその悪くなるって、具合が悪くなるってわけじゃないんでしょうからね、ただそのあれなんでしょうね、その油と水が体内でどういう作用にするか、その人によってもそうだし、その人の健康状態にもよると思うんですけど、なるべくならやめた方がいいってことなんでしょうね。でもいっそスイカの天ぷらにしちゃえばいいのか。スイカの天ぷら、でも何でもありますもんね、今アイスクリームの天ぷらもあるし、そうそう、アイスクリームの天ぷらはちっちゃい頃なんか謎々の方に出てまして、これは食べれるものか食べれない、あの出来上がりはどうなるかとか、だから本当あれはあの衣があのなんていうの、熱を遮断してくれるから溶けないみたいな。なんかあれカステラかなんかに一回包むんでしたっけ、アイスクリーム。いや普通にあの衣をつけるだけ。そうでしたっけ、なってた、なってましたよ、食べたことないけど食べてみたいですね。ですか。私も食べたことないけど、特に、あ、だけどあの、あ、ないわ、食べたことないです。ないですか。ないですね。何かの記憶違いだ、揚げまんじゅうと間違えた。揚げまんじゅう美味しいですよね。浅草の、あの天龍山揚げまんじゅうね、はい、美味しいですね。美味しいですね、いや、アイスクリームは揚げまんじゅう、ほら、あの温泉まんじゅうも、あの日が当たったりするね、昔は揚げて食べて、それこそ子供の頃、龍月さんがね、あのちょっとあの日にちが経ったやつ、あの美味しく食べるコツって言って、天ぷらにするとって教えてくださったけど、ね、美味しいですよね。そう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 、まあ、スイカの話なんですまたね。ここでね、はい、あのメッセージいただいております、はい、ラジオネーム葵のつぼねさんからありがとうございます、はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。よどみさん、桜庭さん、はい、梅雨も明け本格的な夏ですね、はい、今日のお題はぴったりですね、はい、スイカってどうして種なしスイカが広がらなかったんでしょうかね、はい、私はスイカの種を出すのが下手でそれを食べるのを避けてしまいます、はい、でっかい種1個とか2個とかだったらいいのにね。そうですね、本当にね、楽ですよね、アボカドとか、ね、そうそう、アボカドとか桃とかね、1個ポコって取ればねっていう、確かに、いいアイデア、すごい発想です ね、 ね、本当、スイカ開けたら1個ゴロッとしたのが入ってるわけでしょ。はい、本当に、でスイカといえば昔山田邦子が番組で結成したパロディの山田かつてないウィンクのCD のジャケットが確かスイカだったよね。はい、そうでした、そうでした、はい、でそこで今夜のリクエスト、さよならだけどさよならじゃないお願いします、はい、ということなので、はい、ありますね、はい、あります、お聞きしましょうか、はい、山田かつてないウィンクで、はい、さよならだけどさよならじゃない、
ラジオネーム葵のつぼねさんからのリクエストで、山田かつてないウィンクでさよならだけどさよならじゃないと。はい、あ、とじゃとはいらないです、はい、さよならだけど、はい、さよならじゃない、はい、ありがとうございました、はい、途中でね出てきますね、スイカの種飛ばしましたみたいな歌詞がね、プープープーってね、うん、まあ言ってみたこともありましたね、そういうことね。でちょっと調べてみました、うん、なんで種なしスイカ、種なしスイカがあれじゃなかったかっていうのは、うんうん、あれなんですって、日本やっぱね風味が落ちちゃうんだそうですね、うん、で栽培するのに2年かかるわけですよ。そんなにかかるの？結局その4倍体と2倍体を掛け合わせて3倍体を作るんですけど、それで1年がまず終わってしまう、種を取るだけで1年、うんうん、丸々1年、うんうんうん、で実際に収穫できるのはその次の年ってこと。だって普通のスイカだったらその年に春を植えてできるのに、そうです、あとは3倍体にするのに使う薬品がちょっと、うんうん、心配っていうのもあるし、あともう一つはね、風味が落ちるって書いてありました、うん、じゃあやっぱり、うんうん、種があった方が、あった方がって感じ。あとはそう、それも書いてありましたね、その、うん、結局その種を出すっていうことも含めてスイカを食べるという日本人の感覚があるんですよ、うん、そうですよね、種をどけながら食べて、そういうのが情緒があって、縁側に座って種をプープープー飛ばしたりとかね、そんなイメージがあったり、うん、ところが東南アジアでは、うん、種なしスイカは大人気って書いてありましたね。あ、本当、まあ、国お国柄でいろいろあるんでしょうね、向こうは本当にお水が結局あまり良くないから、うん、水分を果物で取ることが多いんだそうですね、なので、うん、手っ取り早く水分補給ができる方がやっぱ種を出して食べるよりはいいみたいで、人気があるそうですね、うんうん、でも、スイカはやっぱ日本が一番美味しいんじゃないかと思いますね。ねえ、そうです、うん、とにかくいろんな品種があるんですけど、うん、一番最初にね、うん、最初の頃、うん、しまし今にしましまのスイカが多いじゃないですか、はいはい、うん、あれができたのが昭和初期なんだそうです。あ、そうなの。それ以前は、うん、さっきのデンスケスイカじゃないですけど、うん、黒一色とか緑一色とか、その無地のスイカがほとんどだったんです。しましまじゃなかった。しましまじゃなかったそうなんです。はい、昔からしましまかと思ってましたもんね、そうなんです、僕もそう思ってたんですけどね、うんうん、で江戸時代は、うん、なんかスイカ食べてるイメージがあるんですけど、うんうんうん、中が赤いじゃないですか、はいはい、中が赤いのは、うん、あんまりこう見た感じが気持ちいいものではないので、グロテスクな感じがしちゃうふうに捉えられてて、うん、人気がなかったそうなんです。あ、そうなんだ、で前にいちごの会でも話したんですけど、うんうん、オランダいちごが南蛮船によって、うん、オランダ船によってね、うん、来た時に、うん、あまりにも赤くて大きすぎて、はい、食べなかった最初は。文明開化以降ですよね、食べるようになったのは。そうなん、それまでは観賞用、トマトもそうなんですって、赤すぎてっていう、今まで、日常になかったものだからちょっと怖かったんですね。そうでしょうね、美味しいのにね、美味しいのにね、まあ、でも、うん、まあ
だんだん食べた人がいるわけで 今があるわけですよね、はい、うん、で、今では本当にいろんな種類がね、うん、改良されてる。さっき身の色もですね、うん、黄色があってオレンジがあって赤があって、それ以外にもなんか桃色とかクリーム色もあるそうなんですよ。あ、そう、あまり一般的ではないんですけどね、うんうんうん、で皮の色も黒一色緑一色、うん、でしましまもあるんですけど、うん、黄色ってのもあるんですよ。黄色、黄色で中が真っ赤っかとかね、見たことない。あの種苗会社のカタログとかに出てますけど、あ、そう、黄色もね、あの薄い黄色に濃い黄色のしましまだった。あ、そう、ええ、まあ、小さい頃小玉スイカって、ね、はいはい、で切ると黄色かったんでびっくりして、やっぱりスイカは赤い方がいいなと思って記憶ありますけどね、でも小玉スイカって、うん、皮薄いですよね。薄いね、うん、あれもやっぱ改良の技術なんですかね。なんですかね、でも、よくねこの間も言ってたけど、おしんこにしたんね、ぬか漬け。そうです、そうです、ね、皮をね、美味しいよね、あとそしたらね、調べてみたら、うん、漬物用の品種っていうのがあるんだそうです。あ、そうなの、うん、言語ベースイカっていう、言語ベースイカ、はい、和歌山県の特産品なんだそうですけど、うんうん、ゴルフ、ゴルフ、野球ボールぐらいの大きさになったら収穫なんですって、うん、その大きさで収穫しちゃう。あ、それでおしっこ用に、かす漬けにするそうです。なるほどね、それはもう それ以上は大きくさせないで、しかも生では食べないで漬物に加工して、うんうんうん、で、あ、そう、今和歌山県とか鳥取県で多く生産されている、うん、へえ、そうそう、小さい頃 よくおじいちゃんがね、作ってくれて、僕もそう、皮はぬか漬けにしたりもしましたよね、うんうんうん、しかしスイカの食べ方もいろいろで、真っ白に皮がもう赤いのが全部なくなるぐらいまで食べる人いますよね、結構私は割と赤いの残っちゃって、それで途中でやめちゃうけどね、僕割とでも貧乏症だね、やっぱ白いところまで食べますね、きちっと、偉いですね、うん、あ、で先ほど の、うん、あのスイカのカットの仕方、はいはいはい、調べましたね、うん、そしたらあれ半分に切って、それで、うん、細かくね、ダイス状に入れてね、そうするとこうスティック状で片手で持って食べられる、食べやすいですね、でもパーティーの時なんか良さそうな、いいかもね、フィンガーフードみたいな、でもいろいろ切り方もいろいろですね、あれって真ん中が一番甘いから、こう串型切りにこう山を切るとどれにも全部甘いところが当たるっていう切り方ありますよね、確かに。だから日本の切り方はそれですよね、うん、だそれが均等に切れなくてなかなかあれだけど、そう、まあ、だけどよく紙屋さん、あみつ屋さんとか行くと、夏の時期ちゃんとスイカ、その今言ったの岸型に切って出してくるとかありますよね、そうなんですか、うん、ちゃんとしたお店っぽい感じですよね、そのあれで食べるのがやっぱスイカ食べてるって感じね、うん、そうですよね、そう、今年ねスイカフレーバーのアイス多くないですか、それは。あ、まだわかんないけど、チョコレートチップじゃないけど、あれが入ってるのしか知らない、スイカバーってやつですよね、うんうん、チョコチップの入ってるやつ、そうあれ黄色もあるんですね最近。あ、そうなの、あとね、ガリガリ君のねスイカ味があって、あ、それちょっと食べたいですね、で、あと四角いカップのアイスでソウってやつがあるんですけど、うんうんうん、それのスイカフレーバーもある。そうなの、あら、ちょっと今日帰りでセブンだわ。で先週そうそう放送終わった後に、神奈美のコメダに行ったんですけど、そこでもね今かき氷やってるんですよね、スイカ味がありました。あ、本当、すぐよどみが終わるとそう漏れなくこう、たまに行くんですけど、漏れなくさ、ここのとこも漏れなく行ってますね、でスイカ味ね、スイカ味って食べてみたんですけどね、こうスイカの、ね、果汁を使ってるシロップって書いてありましたね、で赤いこう色なんですが、下、底の方にね、メロンシロップが敷いてあって、で見た目スイカっぽく見えるんですよ、下が緑 グリーンでね、で白っぽくなってて、上が赤のグラデーションになってて、でココアクッキーって書いてありますね、が散らしてあって、種のように なかなかやります ねで塩をかけても美味しくいただけますって書いてあったんです。ああ、そうでしょうね、甘みを増してね、だから今年はだからなんかスイカブームなのかな、多いのかななんて思いながらね、今日でもちょっとそのガリガリ君気になるな、スイカ味、スイカ味、
割と美味しかったです。そう、うん、あもう食べた、食べました。そう、はい、そうは、そうはね食べようと思って冷蔵庫開けたら、うん、もう誰かが食べ、家族の誰かに食べられて残念です。残念ながら、まあうん、パッケージは見ましたけど中身は食べてないです、うん、なるほど ね、まあ、スイカ今日はね、はい、お題がスイカでしたけど、スイカ割りっていうのもありますね。スイカ割りありますね。ねえ、あれもね、やったことあります？スイカ割りはね幼稚園の時にやりましたね、うん、あの夕涼み会みたいのがあって、うん、近所で、きあの幼稚園で、幼稚園であって、はいはい、その時にやった記憶があります、うん、あのビニール風呂敷に包んで、うん、だから飛び割れても飛び散らないように、もう食べる前提でね、あのなるほどね、綺麗な状態ね、ええ、うんうん、ただねやっぱり幼稚園児ぐらいの、うん、当たった記憶があるんですよ、うんうん、当たったけど割れた記憶がないんですよね。あでやっぱ見てても当てることは当てられても、うん、あの力じゃなかなか割れないですね、子供の力で。そうね、ええ、まあ、あの割るあの棒 の、ええ、質にもよるけどね、ええ、なんかでも公式ルールとかあるみたいですね。あそうなの、ええ、くすい顔に顔のなんかでもほらあの雪合戦の公式ルール、国際ルールみたいなのもあるから。あるの、そんなのあるのね、うん、あるらしいですよ。知らなかった、公式ルールすごい、もうだからそういうの決めたがる人いるのね、うん、でも面白いんでしょうね。なんとか半分冗談みたいでやってるのか、それともちゃんと真面目にやってるのか、インターナショナルスイカ割り、競技会みたいなのがあるんでしょうね、でもスイカのでも日本だけじゃないですもんね、スイカ食べられてるのはね、うん、まあね、うん、中国が確か世界で一番スイカ生産してる。あそうなの。日本がね熊本県だそうです。熊本県、熊本県、あそう、うん、熊本県で千疋屋であの熊本産の1万円でスイカが売ってる。いやー、でもすごいですね。どんな方が買って、さっきのデンスケはもっと高かったけどね、1万円のスイカちょっと、うん、でもデンスケが北海道ですよね、うん、で、もう一個ね調べてきた中にねゴジラの卵ってスイカがあって、そう、やっぱ枕型でかなり大きい品種なんですけど、それもね北海道だったんですよ。それも北海道、だから北海道も結構産地としてはね、うん、あれなのかな、月形町っていうのかな。あ、そう、うん、ええ、でも私もうね、うん、いちごにしてもね、スイカにしてもね、もうね、この地元のが一番いいです。いやでも地産地消っていうか、やっぱね、あの移動距離が少ない方がやっぱり美味しいんでしょうね。なんでも。だからいちごは紅ほっぺ、秋姫、スイカは田中山。はい、田中山。もうそれで他のはなんかね、手出ないですね。うん。でも本当に地元のスイカ、地元のものがやっぱりね、本当に何今。地産地消でしたっけ、それが出てこなかった、地産地消という言葉がさっき言ってましたっけ、言ってましたよ、今日暑くてボルトして言ったことを忘れちゃう地産地消って言ってたよ今、言ってました、うん、今日ボーっとしてんの、まあそれ、あんまりほら輸送しなくて、うん、ほら輸送すると揺れるでしょ、やっぱ味が変わりますよね、ビールもそうですよね。あ、そうなんですか、うん、ビールはあんまり関係ないけど、今日はそんなことないですよ、やっぱりね、運んでる運搬してる間にほら、波打つでしょ、それで全然味が変わっちゃうんですよ、そうなんです、ね、一番美味しいのは工場で飲むのが一番 ね、 そうですね、ビールの話ですけど、うちビールもね、いろいろ伊豆地方ありますので、そうですね、はい、なんてこと言ってましたらあっという間に時間来ちゃいました、今日あっという間でしたね、今日は仕込んできてくださったうんちくが全然披露されませんでした、そんなことないです、そんなことないですか、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、次は、次はですね、また通常に戻りまして第2火曜日ですね、第2火曜日、はい、11日、はい、お題はどうしましょうか、ね、なんかまたお花でね、うん、行きたいんですけど、なんか夏のお花、はい、ね、なんか考えときましょうか、そうですね、はい、はい、出たとこ勝負で、出たとこ勝負で、はい、ということで、よどみ山田のナイトジャック、今日もよどみさんに来ていただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、で、エンディングが、はい、はい、原産地がアフリカということにちなみまして、はい、バンマッコイのアフリカンシンフォニーを、はい、これあの高校野球のね、野球応援でもよく使われてるんです、あ、そうなの、うん、なんでそんなのもあって、はい、かりました、この時期にぴったりかと思って選曲しました、はい、ナビゲーター桜庭明子でした、それではまた、はい。